なくなるという世界を描いているわけですが、どの時期にそうなるかはちょっと予断を許した。先ほど回答したように接続時間が長すぎるという問題を解決したい。そして2006年3月期に分散一掃という販売をする予定ですが、実はその先ほど出ました iMotion との関係にもなるんですが、次のバージョンは試験サービスについてはご心配をおかけしておりましたが、ネットワーク並びに端末についてもいろいろ手当てをしてまいりました。その結果をもとにですね、後ほどご説明いたしたいと思いますが、我々としては端末およびネットワークについてシステムの安定化を図られたという考えでもってサービス開始に至るものであります。プランのご質問ですが、総合利用プランでは現在の PD 信用でご利用されて、確かに日本経済全体の動きの問題、我々はこれ法人を中心にサービスの普及をまず図りたいと考えておりますから、そういう意味では日本経済の動向は大変重要になってまいります。日本経済が早急にリカバリーしてですね、こういう IT の活用が新たなる日本経済の発展に寄与できればと思っているところです。